皆さんこんにちは、ひらりちゃん MC のゆきひらりさです。今日はですね、立教大学新座キャンパスに来ております。はい、立教大学といえば日本を代表する名門大学の一つで、野球部をはじめとした部活動も盛んなんですけれども、今日お伺いする部活にはなんと世界女王が在籍しているとのことです。もうね、早速世界女王って聞くと何の部活動かなってなるんですけれども、早速行ってきたいと思います。 GO! 部活動応援ドキュメンタリー、ひらりちゃん。ゆきひらりさが部活動やサークル活動に密着し、グッときたキラリポイントを探るちょっとゆるいドキュメンタリー番組、 JA タウンお肉の宅配肉市場の提供でお届けします。では早速、部活動を、ね、見に行きたいと思うんですけど、学生たちの声がすごい響き渡ってて、もう部活動が盛んに行われてるんだなと思いました。わ、見つけました。早速立教大学体育会相撲部ということは、ちょっともう音も聞こえてますが、相撲部ということですね。今日はじゃあ早速見てみましょう。こんにちは。よろしくお願いします。ゆきひらりさと申します。石井さん、よろしくお願いします。ということは、あの世界一の女子相撲選手ということでよろしいですか？はい、そうです、世界一です。はい、すごい。世界一っていうのは何で世界一になったんですか？ワールドゲームっていう、はい、オリンピック競技になってない種目の世界大会みたいなので1位を取ったんです。すごい、はいはい、世界相撲だけの世界大会で優勝しました。はい、すごい。じゃあもうすごいエリートですね。はい、あの私相撲を間近で見るの今日が初めてなんですけれども、はい、あの練習の続きを見せてもらってもよろしいでしょうか？はい、今モンサイって言って、はい、取り組み稽古をしてるので、はい、見ててください。はい、すごい、本当に皆さん本格的な回しをつけて練習されるんですね。そうです。結構分厚いんですね。そうですね、硬いですね。これ相撲のルールとしてはどういう感じになるの？はい、ルールはとりあえず天の下に出したら勝ち、はい、あと足の裏以外の部分が下についたら負けっていう感じ。あ、技としてはどれくらいあるの？30種類以上で。そんなにあるんですね。はい、じゃあ今からぶつかり稽古をね、見せてもらえるということなので、見ましょう。すごい。音がすごい。本当にすごい。もう痛そうです。なかなか聞いたことない、あのビンタの10倍くらい痛そうな音がします。バチンと。はい、相撲も体験していますか？私がですか？はい、はい、あのできるかわからないんですけど、一緒に頑張りましょう。ぜひお願いします。お願いします。JA タウン岩手、絶景の三陸海岸、わんこそばでおもてなし、岩手の美味しいふるさとをお届け。産地直送通販サイト JA タウン。はい、じゃあまず相撲の基礎である四股を10回見ます。はいはい、まず肩幅に足開いてもらって、はい、で腰を落としてで右からいきます。1、2、3、こっち側に。あ、そんなに伸びるんですか？そうです、上げて。あ、なんか筋肉伸びた使ったことないところ伸びたんです。下半身足とかの強化の四股なんで、うん、前かがみにならないようにまっすぐ体にしてやると思います。確かにあのお尻の筋肉が一番痛いかもしれない。なんか体幹結構強い方だと思うんですけど、体幹めっちゃいいと思います。素質ある。すり足を入れます。すり足、すり足から足しんどそう。
あ、うん、でもするってことは浮いちゃダメなんですか、その札。ダメです。あ、進めない。助けて。これ合ってますか。もうちょっと腰を下ろして。はい、こんな感じです。そうです、そのままです。四股より難しいかもしれない。上半身もなるべくぶれないよ、はい、あー、なるほど。交互にやるんですね。おお、なんか、あ、流れをどう？そう。見てて思ったんですけど、はい、なんか私はこうなってたんですけど、はい、こう部員の皆さん見てると結構ここら辺の動きが自由だったなと思って、上半身がぶれないように手でなんか調整してるみたいな感じで。あ、なるほど。ちゃんと上手い人はここで固定できてできるんですけど、はい、まだちょっとダメになった時に手で調整してやってます。あれ結構固定できてましたね。いい感じでした。ちょっとなんか、はい、じゃあ次は次、お尻をやります。はい、お尻。はい、頭をここに、そのまま胸につけて、あ、そうです、そのまま両足で、そのまま、あ、すごい。あの、多分本当1割も出してないと思うんですけど、ちょっと気迫がすごくて押されてしまいました。ありがとうございました。いや、早速今ね、いろいろ教えてもらったんですけども、石井さんが実際に稽古をやってる様子を見せてもらってもいいですか。はい、じゃあ今から取り組みをするので、はい、ぜひ見ててください。世界一の感じをぜひお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ早速石井さんに、ね、取り組みを見せてもらいましょう。じゃあお願いします。お願いします。行きますよ、アキン。男性対女性とは思えぬくらい同じ力量でした。男性にも劣らずすごいパワーを感じましたし、これが世界一なのかと思いました。いや、すごかったです、本当に。ありがとうございます。はい、はい、ということで、あの練習の様子を見学させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当にすごくて、まあ、パワーももちろんなんですけど、本当にこう世界一ってこんな感じなのかなと思って、間近で今日は練習を見てすごいとてもいい経験になりました。なんかやっぱりどのスポーツにも共通してたんですけど、やっぱり下半身の筋肉もすごい重要なんだなと思って、四股の時とかもやっぱり私お尻の筋肉痛くなることあんまりないんですけど、四股やっただけですごいお尻もヒップアップできそうだったので、もちろんあの体幹とか全身の筋肉も必要だと思うんですけど、まあ、そういったところもあの重要なスポーツなんだなっていうのも感じられました。はい、そしてこれからもね、ちょっとあの石井さん応援したいので、今日あのお肉を持ってきたんですよ。はい、なので今日部員の皆さんも一緒にちょっとこの後お肉をいただきたいなと思うので、食べに行きましょう。嬉しいです、ありがとうございます。はい、それではお肉を食べにゴー！ゴー！このすき焼き、今までと何かが違う。お肉の旨みがたまらない。この美味しさの秘密は、そう、マイナス30度で一気に凍らせる究極冷凍。解凍時にドリップが出にくいので、冷凍なのに美味しい。冬はすき焼き、暖かくなれば焼いても美味しい。究極冷凍黒毛和牛肩ロースすき焼き用は、お肉の宅配肉市場をチェック。それではこの藤沢牧場の東北和牛サーロインを食べて、これからも頑張ってください。それでは焼いていきましょう。すごくないですか。見て、重たい。おー、すげー。うわー、うわ、すごい、すげえ、うまそう。美味しそうですね。うわ、うまそう。見て見て見て、うわうわ、おおー、うわー、ファイヤーしてるよ。すごい、ね、こんな豪快なバーベキューしたことあります。これはちょっと今までいないですね。ですよね、豪華すぎて。はい、では早速焼けましたので食べましょう。
皆さん手を合わせていただきます。いただきます。じゃあ最初はお肉の味が分かるように塩コショウでちょっといただいてもらえればと思います。いただきます。柔らか、柔らか、どうですか？めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。いただきました。焼き加減はどうですか？あ、全然これで大丈夫です、です。まあ、結構分厚くてミディアムレアなんですけど、お肉もすごい柔らかくて美味しいです。いただきます。柔らか、やばいですね。美味しい。あ、食べ応えがありますね。はい、ということでお肉もいただいたところで、今日の体験どうでした？体験、キーラさん結構体幹がしっかりしてたので、はい、それにちょっとびっくりしました。嬉しい、はい、本当にやっぱり体幹がないと、まずなんか技も繰り出せないっていうのが身をもって体験できたので、もちろん日頃のこの食生活でも体力つけたりとか筋力つけたりするっていうのすごい大事なんだなって思いました。本当その通りで、やっぱ相撲は体幹があればあるほど試合でも活躍できるので、はい、じゃあやっぱり皆さん普段からお肉、タンパク質なんですけど、たくさん積極的に取り入れるようにしてるんですか？そうですね、お肉は結構選手のみんな焼肉食べ放題とかもいっぱい行って食べてますね。出ました、はい、部活動の生徒の味方、食べ放題、これよく聞きますでいろんな部活動で聞くんですけど、やっぱ皆さん食べ放題行ってるんですよ。行ってますね、やっぱ安いし、いっぱい食べる人には食べ放題が一番ちょうどいいんじゃないかなっていう。でも今日この食べていただいたお肉、本当に上質な、最高な品質のお肉ですので、もう皆さん横で焼いてもらってるんですけどたくさん食べてもらえればなと思います。はい、実際に産地とか行かれてどうですか？はい、いやもうね、これはぜひ産地の牧場とかに来ていただきたいです。もう本当に牧場って普段行かないじゃないですか。行かないですね。しかもその牛舎って言って、その、はい、食肉用になる牛さんたちがいる厩舎があるんですけど、はい、もうね、そこもやっぱり生産者さんたちがすごいこだわりを持ってお肉を作ってるので、なんかそれを知ってからやっぱりお肉を食べると、なんかよりこう大事にいただこうっていう気持ちになるので、スーパーでお肉とかを見るとよりこうなんか大切さがこう分かるというか、お肉も命も大事にいただこうっていう気持ちになります。めちゃめちゃ美味しいです。ジューシー、美味しい。なんか普段練習ってこれ毎日あるんですか？今のところ週4日。あ、週4日なんですね。スコとかは毎回、はい、初めに150回。150回、150回。相撲部員のお尻の筋肉は多分鉛のように硬いと思います。そうです、だって私10回でさ筋肉痛になったのにさ、150回。そうですとんでもないよ。そもそも石井さんが、はい、お相撲を始めたきっかけっていうのは何なんですか？はい、きっかけはいとこが同じ立教大学にいて、今日、取り組みをしてた人がいとこなんですけど、うちもやってみないかなみたいな感じで言われたんで始めたって感じ。それはいくつの時？小学2年生とかそのくらいです。はい、じゃあそんな幼い頃から始めてたの？もう10年以上相撲やって。いやもう、はい、ベテランじゃないですか、はい、私ですらまだ芸能界 4,5 年なのにもう10年やられてるそうです。はい、これから先の目標とかってあるんですか？これからは一応なんか全タイトルを制覇したいなっていうことを思ってて、はい、コンバットゲームズって大会があるんですけど、はい、それが去年3位だったんで、なんかそれがちょっと悔しかったので優勝するっていうのが今一番の目標です。この相撲の魅力とかってどういったところか？相撲の魅力、はい、自分が今まで言ってるのは他の競技よりもなんか早く終わるっていうのはすごい魅力だなと思って、
はい、なんかその他の競技って結構時間長いじゃないですか。そうですか、はい、でも相撲ってその割と早く終わるんで、うん、なんかその体力がないとかでも人でも全然気軽に始められる競技かなっていう、うんうん、そういった面では確かに体幹が必要だったり、まあ、全身の筋力が必要だったりっていうのはあると思うんですけど、やっぱり決め手になる技は一瞬っていうところが相撲の魅力かなっていうのを私も感じました。はい、得意技って何か。得意技は、まあ、技で言ったら下手投げっていう。下手投げ、はい、なんか相手の腕が上にある状態で自分が下でそのまま投げるみたいな、はい、うーん、ちょっと私今日びっくりしたんですけど、はい、そもそも石井さんが女性部員1人っていうところはどうですか、皆さんとあの仲はどんな感じですか。仲はまあいいと思って、まあ、いとこもいるんで、はい、それでやっぱみんな優しく仲良くしてくれてるな、うん、高校の時も女子1人だったんで。え、あ、そうです。皆さんから見て石井さんってどんな方ですか。いい意味で男っぽい。やっぱそういう環境にいたからなんですかね。それは小さい頃からどういう感じの子だったんですか。小さい頃も、まあ、元々いたクラブも男子が大半だったんで、うんうん、まあ、男子と接する機会のが多かったんで、まあ、そっち寄りの性格になっちゃったのかなと思います。うん、なるほど、はい、どうですか。はい、竹井さん、本当にたぶんあんまり考えてなかったと思います。では、ちょっと食後にあの私はあの聞きたいとは言ってないんですけど、ちょっとあのディレクターがね、ディレクターがあの皆さんから雪平さんへの質問をっていうコーナーがありまして、ぜひあのお手柔らかに、はい、質問をお願いします。音楽とか、おお、結構 K-POP よく聞くことが多くて、なんか一応推しのグループみたいなのもいて、あのエスパっていうんですけど、コンサートとかも行ったりして、はい、それは好きでよく聴いてます。女優さんになろうと思ったきっかけは。ああ、素晴らしい。私こう見えてあの OL 時代があったんですけど、東京に遊びに行ってたんですよ、その休みの日に。でその時に、まあ、遊びに行く頻度が多かったんで、そんなに行くんだったら、まあ、住んだ方がなんか安上がりかなと思って東京に上京したんですよ。でそこでスカウトしてもらったっていう感じ。スカウトはすごい。お綺麗なんで、はい、やっぱみんな気になってるところで、好きな男性のタイプ。おー攻めたね。かっこいい人です。はい、反町さんとか。ですよ、好きですよね。そう、もうあの GTO の時からすごい好きで、はい、もうあれは全員好きな感じです、はい、え、本当に個人的な質問なんですけど、はいはい、マスカラって何を使ってますか。マスカラすごいまつ毛が綺麗で、はい、あ、ちょっと初めての質問なんですけれどもこれね、多分あのマスカラじゃなくてまつ毛パーマ。あ、マツパ。はい、マツパのおかげだと思います。すっごいめっちゃパッチリしてるんで、はいはい、あのすごい六本木っていうところで、あそこでやってるんですか、はい、マツパ、まつげパーマしてるんで、ぜひ六本木に。すごい六本木で、はいはい、ありがとうございます。はい、あのまつげパーマしてみてください。してみます。あのマスカラしなくても結構上がるんですか。はい、すごい、はい、やってみてください。ぜひ。どんくらい持ちますか。あ、1ヶ月。あ、ありがとうございます。はい、ということで石井さんからはすごい女子な感じの質問をいただいたんですけど、皆さんありがとうございました。はい、ということで藤沢牧場の東北和牛サーロイン、皆さんどうでしたか。美味しかったです。おー、どうでした。めっちゃ分厚くて、なんか油もなんか今まで食べたことないから、なんか口残りが良くて、おー、油の質がいいと。質がめちゃめちゃ良かったです、はい、なんかくどくないっていうか、はい、何枚でもいけちゃいそうな気がしました。ありがとうございます、はい、本当に私も食べてみて、なんか口に入れた瞬間あの肉汁がすごくて、うん、すごいジューシーなお肉だなと思いました。とっても美味しかったです。それでは皆さんごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでお肉もいただいたところなんですけれども、今日一日あの相撲部にお邪魔していろいろ体験させてもらいました。本当に私あの四股を
10回やっただけなんですけど、もう未だにお尻が筋肉痛なんですよ。本当に体力とか体幹とか筋力もう全てが必要なんだなと思いました。そして間近でね、やっぱり世界一の技術も見られて、とってもいい経験になりました。そして今回の私の一押しキラリポイントは笑顔です。はい、なんか皆さんね、あの練習の時にもすごい男女仲良くやられてるなと思ったんですけど、その中でもあのコミュニケーションをすごいねしながら、まあ、すごい皆さん笑顔で練習されてたのが印象的だったなと思いました。もう石井さんにお話聞いてもやっぱり皆さん仲いいということだったので、まあ、これからも仲良く頑張ってください。ありがとうございます。はい、そして今日食べた、藤沢牧場の東北和牛サーロインは JA タウンのお肉の宅配肉市場でも購入することができます。詳しくは概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。そして石井さくらさん、そして立教大学相撲部を応援したいなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは次回のキラリちゃんもお楽しみに。